台湾では今日政府のトップを決める総統選挙が行われます。中国に対して強硬路線を取る現職の蔡英文総統が優位な情勢です。こちら民進党の集会場を埋め尽くすほどの支持者らから大歓声が上がっています。そんな中、蔡英文総統が選挙戦最後の呼びかけを行います。守護我们民主自由生活的方式，守护世世代代的年轻人。総統選挙は対中強硬路線の与党民進党の蔡英文総統と親中路線の国民党の韓国瑜高雄市長の事実上の一騎打ちです。最大の争点は中国とどう向き合うかです。香港の抗議活動の影響で台湾でも中国への警戒感が強まっていて、情勢は蔡総統が優位になっています。昨日の蔡総統の集会にも香港の若者らが応援に駆けつけています。